鎌大志堂は愛媛県松山市に所在する仏道である。三号は大鳥の山。本尊は工房大師。四国八十八箇所番外札所。花遍路第一番札所。伝承によれば平安時代、空海が四国巡視中に泣きながら鎌で草を刈っている少年を発見した。訳を聞くと薬病で少年の姉は死に弟も瀕死の状態で、 このままではみなしに耐えてしまうと答えた。そこで空海は、少年の鎌で木片に、自分の像を刻み、像に祈るよう伝えて去った。言われるままに像を祭り祈ったところ、立ち所に、弟や村人の病が癒えた。その後、銅を建て村人によって祀られ、鎌大師と呼ばれるようになったと言われる。江戸時代、変野の祖と言われる真面が表した、四国な自動死難に、カウノ ふもとに、大指堂と記されており、江戸時代には、仏道が存在していたことが伺える。著名な安衆に、花遍路一番札所から、お遍路で巡り合った人々、人生は路上にあり等を表した、手塚明健にがいたが、恒例を理由に、平成15年に引退し、平成23年1月入学した。境内は、昭和48年4月9日に、芭蕉塚。 18人塚第始末と合わせて、松山市文化財に指定された。ありがとうございます。